こんばんは。ご視聴ありがとうございます。本日は東京都八王子市深夜の八王子駅南口にやってきました。眠い目をこすりながらやってきました。眠気覚ましに周辺をフラフラ。先ほど知り合いから連絡をいただきまして、この後配車回送配給がやってくるということです。つい先日の出来事となります。新潟車両センターに所属する EF64 型旋盤台、相当連結機を搭載した1030号機が常駐先旧長岡車両センターの方から田端の方に短期一両で改装されています。そして向かった先は東海道本線などが乗り入れます大船駅、周辺には鎌倉車両センターが位置しています。となるとここ最近、総武快速線や横須賀線などに E235 系旋盤台が増備されていっています。今まで運用されていた E217 系、次々に廃車改装されているわけですが、今回も新たな編成が旅立つようです。知り合いが大船駅で待っていたところ、1030号機を先頭に E217 系の基本編成、 Y18 編成11両を牽引し、鎌倉車両センター方面から大船駅に入れ替え扱いとして出てきた模様。そしてすでに出発したということなので、こちらの八王子駅にやってくるんではないかなと思います。向かう先は今までの流れから見て長野総合車両センターとなるんではないかなと思います。こちらの八王子駅までやってきてしまえば、中央本線や篠ノ井線などを経由、山梨県から長野県に入りまして、長野総合車両センターに向かうことは間違いないかと思います。中央本線を下るということは、この後4番線にやってくるんではないかなと思います。この場所から見ていこうと思っていたところ、高崎機関区に所属する EH200 型がタンク車多機を牽引してきました。20号機が先頭に立ち停車、ホームの様子見ることができなくなってしまいましたので、この後移動したいと思います。深夜であれば駅ホームの方ほとんど人はいないのではないかなと思いまして、移動しています。 E217 系の廃車改装配給といえば昼間に行われるイメージでしたが、本日は深夜。同形式一番最初の廃車改装配給は2021年1月5日から6日にかけて Y44 編成11両が長野に向かっています。その際も深夜でした。それ以来になるんではないかなと思います。配給ルートの方は大船を出まして、一旦新宿に向かっています。そこから中央線に転線をしまして、中央本線長野方面に向かっています。今回も同じルートになるんではないかと知り合いが新宿まで追いかけたところ、確認することはできなかったようです。ということであれば、昼間行われる配給ルート、新鶴見信号所から武蔵野南線に入りまして府中本町、南武線立川経由中央線に入ってくるんではないかなと思います。眠気の方なくなってきましたので、そろそろホームの方に移動します。頭が半分寝ていますので、先ほども同じことを言ったかもしれませんが、廃車改装配給、こちらの八王子駅にやってくれば長野に向かうことは間違いないかと思います。移動はせずに、どうしても八王子駅で見たいということから周辺に宿を取っています。入場券を購入しまして、やってきたのはこちら3、4番線ホームとなります。中央線の下り本線4番線となりますので、この辺りにやってくるんではないかと思います。日中同形式の廃車改装配給、何度もこちら八王子駅で見てきています。
たまに下り1に入り停車することもありましたが、本日はタンク車滝が停車をしています。ということであれば下り1に停車する可能性はなくなりました。4番線を通過してしまう可能性がありますので、ホームの真ん中辺で待ってみたいと思います。日中の時間帯であれば後続の特急列車を先に行かせるため停車ということも考えられますが、現在の時刻は深夜です。特急列車の運行は一切ありません。そのまま4番線を通過、または仮に停車をしたとしても一時停止程度、1番ホームの先端で見てしまいますと先頭の電気機関車まで行くことはまず無理かと思います。この辺りがホームの真ん中となります。仮に停車した場合、先頭の電気機関車、そして E217 系の編成番号を優先して見ていきたいと思います。下り1の方に入ってきたのかなと思いましたが、こちらは高崎機関区に所属する EH200 型、またタンク車滝を牽引してきました。カメラを持った方が一切いませんので本当にやってくるのか不安となりましたが、4番線に列車が参りますという放送が入っています。丸々雪とも言わずに回送列車とも言いませんでした。ということで遠くを見ますと EF64 型の前照灯を確認することができました。結構ゆっくりと入線してきますので停車するんでしょうか。山手電車到着です。ご注意ください。山手電車到着です。ということで停車をしました。1030号機の後ろの車両が11号車。車体番号を確認したいところです。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、クハ E217 の18、Y18 編成です。LED 表示器などは確認することはできません。ということで一時停止程度、やはり出発をしてきます。ゆっくりと闇の中に消えてきました。中央本線下っていますので長野に向かったことは間違いなさそうです。本日は追いかけることはできません。この先もいろんな列車、いろんな車両見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。
そろそろ体力の限界が来ましたので、本日はこの辺で終了。八王子駅北口からこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。